本当にす、こうバラバラだったわけではありません。地表数はちょっと言えないんですけど、すごい競ってましたみんな、はい、競ってたし、あとなんかそこに書いてあるコメントもそれぞれの良さをみんなが分かってくれて書いてくれました。で、まあ、たまたま同じ曲の2人になったんだけど、なんかその集計してて悲しい気持ちにならなかったんです、うん、そう、あ、全員にあちゃんと入ってていいとこ見てくれて、まあ、あとやっぱり曲順だったりその曲の性質だったりして入りやすい票入りにくい票っていうのがあったと思うんだけど、なんかそれは集計しててとてもあの温かい気持ちになりました。なのであの全員があの本当に素晴らしかったと思っててください。ただ、まあ、票数的に、1位っていうのはあるのでこれから発表していきます。はい、はい、ものすごい見てる。お母さんも見てんじゃない？どっかで撮ってる、撮ってる。お母さんがさ、あんた撮りなさいよ。そんなおばちゃんみたいなやつしてました。はい、それ、はい、はい、それでは、はい、目音漫才みたいな、いつも、ね、さあ、それではじゃあピアノ組からね、はい、演奏のピアノ組からなんと81票。すごいねで、集計結果のトータルは137だったので、だからここから81、はい、でも各1人ずつ2票ずつ入れてもらったので、うん、はい、なんですけれども、それ入りました。はい、ゆちゃん、そう、あのショーの名前ないわ、ショーの名前ないわ、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 はい、髪の毛すごかったでしょ。ドンって入れてますんで、これはお母さんにバレないように、バレないよ。お母さんの何か兄さん、兄さんに、兄さん、カブアイドやばいからやめて、はい、はい、そして最後て本当にあの前コンサートを、まあ、ちょっと一個次の次元にね、お客様の感覚を導いてくれましたひとみちゃんです。やばいやばい、回収します。入ってる、入ってる、入ってる、本当に入ってるかどうか見て、ちゃんと入ってます、神楽坂のとんかつ屋でバイトしてます。よろしく、若い人たちって変ですけど、やっぱりあの親御さんがいる、お子さんもそうなんだけど、親御さんを離れて独立して音楽をやってる人たちってやっぱりもうバイトしながらとか、もう本当にその世の中でやってるんですね、切実な思いの中で。だけれどもなんかそこをなんか育てたいっていう思いも私たちの中にあって、そういう思いから今回のちょっと賞金制度を入れさせていただきました。で、本当に前野さんがさっきおっしゃったように、このお金で次の音楽活動に自分の将来になんか生かしてほしいっていう思いがありました。で、まあ、来年お客さんが500人ぐらい入ってくれたら私たちも赤字を出さずとか、そうですね、今日今回のように出せるかなっていう感じなんですけど、はい、今回はもう何があっても出そうって決めてたので、うん、集計全く今会計してないんですけど、できないんですよ、アクセルが。ね、だけどまあそんなことはどうでもよくて、とりあえずちょっとね、お約束通りに夢のあることをちょっとしたいな、そうですね、ね、本当にやらせていただきました。行かせてください。リザードが溶けます。あとですね、最後にまあ、こういうふうにこう、順位みたいについたんですけど、やっぱり今回のコンサートの成功はやっぱり本当に一人一人が本当に奇跡的に素晴らしくて、でそれを支える親御さんがいて、でスタッフのみんながいて、なのでもう全員にもう一回心の拍手をお願いいたします。
ということで、デザートが来ます。はい、溶けます。溶けます。溶けます。はい、取って取って。溶ける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 。溶けちゃう溶けちゃう。ママに渡してください。はい、ましょう。お待ちください。すみません、ありがとうございます。もらってもらっていいの？すみません、ありがとうございます。いただきます。すみません。ありがとうございます。どっちありがとうございます。